江戸川乱歩白眼鬼28人の児童を殺す1881年の出来事である米国ボストン市の市民は痛いけな小学児童のみを襲う機械なる魔手に極度に脅かされた。 そのの犯行は何ともも残酷極まるもので、ある時は被害者の家の表戸に殺害されたその家の子供の死体がそれもその死体というのが丸裸にした上を荒縄を持ってぐるぐる巻きに縛りつけてあったのだがそれを無残にも大きな手つくぎで所嫌わず打ちつけてあったのであるまたある時は 街角に立っている郵便箱にこれもまた荒縄を持ってがんじがらみに弱えつけてあったまたある時は泥沼の中にまた路傍にというふうでその被害はすでに26人を算したこのおびたらしい被害にもかかわらず真相の端調となるものは何一つつかみえずいたずらに むなしく教主に倒れるるを傍観するのみであった。市民は決行した「警察は何をしているのだ」「市長は眠っているのか」などその遠さの声は死に満ち町に溢れたが当局の全力を挙げたの努力も何ら報いられず犯人の影をだに見ることはできなかった その市民の恐怖さなかの6月のある朝ブラッド氏は自宅の食堂でその朝の新聞紙を広げていたおい社会面を読んでいたブラッド氏は傍らの妻を顧みて声をかけたまたやられたぜ今度は11になる男の子だ沼の傍らに捨ててあったのだそうだまあ またですか。本当にどうしたって言うんでしょうねそんなに子供を殺して一体どうしようって言うんでしょう怯えたような目をして妻は夫の方を振り向いたそれは分からないさ大方気狂いなのかもしれん今度で27人目ですわね私心配になってきましたわ アルバートを学校へやるのをよしましょうかバカだなお前はそんなことで学校がよされるものかそれに行き帰りにはサムを護衛につけてあるじゃないかそれにしても警察はどうしているんだろう27人も人が殺されたというのに何の手がかりもないなんてあまりバカげすぎているよところが バカなと一生に伏したブラッド氏を脅かすがごとき、あざけるがごとき一通の手紙が女中の手によってその事件を論じ合っていた二人の中に運ばれてきた。おや発信者の名前がないが。不審に思いながらブラッド氏はその手紙の封を切った。愚かなるブラッド氏よ 「いかに子供に護衛をつけるともそれは何の価値もないということを知らないのか」「我々はそれを知らしめるため貴殿の息子アルバートを第28番目の犠牲者として選ぶものである」「もし護衛筋力などに価値あるならばそれをもって守るべし我々は心からそれを嘲笑するであろう」 幻団まあ、あなた、来ましたわ。来ましたわ。どうしたらいいでしょう。あたしたちは見込まれたのですわ。ねえ、早く警察へ届けましょうよ。そして警官に来ていただいて守ってもらいましょう。ねえ、さあ、早く、あなた。ブラッド氏の肩越しにその書状を覗いていた彼の妻は、 狂気のようになってて騒ぎ立てた。いや騒ぐことはない脅しさ単なる脅しさ何も怖がることはありませんそれにサムをつけてあるのだからしかしブラッド氏の顔色は口ほどもなく青ざめていたそれでサムにも一層注意するよう言いつけまた アルバートにはうちから迎えに人が行くまでは決して学校から帰ってくるではないと厳しく言いつけたある日アルバートは放課後同級生と一緒にバンス先生を取り巻いて騒いでいたそこへ1年生のハリーという少年が来てバンス教師に言った先生アルバートさんのお家から うちの人が迎えに来て門のところに待っています。そうか。アルバート迎えに来られたそうだから。それじゃおか帰りなさい。しかし不思議なことにはアルバートはバンス教師にえしゃくしてみんなの騒いでいたその教室を出て行ったきり行方不明となってしまった。そしてそれから三日目市街の沼地に。 死骸となって現れた第28番目の犠牲であるこの事件でいよいよ市民は決行した警察当局は早速学校に出張して取り調べたが何らうるところはないらしかったバンス教師も自分の責任上この事件にはひどく浸通してその日偽りのことづてをしたハリー少年を厳しく尋問した「ハリー あなたにアルバートを迎えに来たと言った人はどんな人だった背の高い。ハリーはおどおどしながら言った。背の高い。それから。コンサージの服を着た。それから。それから、あの、色の黒い人でした。 それ以上はいくら尋ねても要領を得なかった。バンス教師はこのハリー少年を疑った。というのは彼の兄にバンス教師のブラックリストに載っている至って不良なジェシーというのがいたからである。またジェシーがハリーをそそのかして何か悪だくみをしたのではあるまいか。ジェシーは陰険な顔の無口な 学校ににいいいてて、もいつもつ隅の方ばかりにいてみんなの遊んでいる様を一人その薄気味の悪い白目でジロジロにらんでいるというふうな少年だったのであるしかしその日はバンス教師の調べもただそう疑っただけで何の得るところがなかったが数日過ぎたある日市警察の探偵が一人の少年を連れてバンス教師を訪れたことによって「ここにいよいよ」 ジェシー少年の身に深い疑惑の目を向けることになった探偵に連れられてきた少年は探偵の片腕をしっかり握りブルブル震えていたバンスさん探偵はバンス教師と向き合っていったまた一人やられるところでしたよこの子供はご存知でしょう知っていますのも登校の生徒です ウィリアムって言うんですが、一体どうしたのですかその前にね、バンスさん。今度の少年殺害事件の犯人は、どうも大人じゃないらしいのですよ。このウィリアムも言っていますがね。大人じゃないってじゃあ、犯人は分かったのですかいや、それはまだですがね。しかし、このウィリアムの言うところを聞くと、 どうもやはり同じように、その犯人は学童らしいのです。それで実はお伺いしたのですがね。伺いましょう。どうしたのです昨日、このウィリアムが沼地の付近で遊んでいますと、大きな子が来ていきなりウィリアムを捕らえ、寂しいところへ連れて行って衣服を剥ぎ取り、裸にして、 そこにあった電柱に縛りつけようとしたのですがウィリアムも一生懸命死に物狂いでその大きな子の手から抜けて逃げてきたそうですえそうだったねウィリアム探偵は自分の言葉の裏書きを少年に求めたええそうです僕怖かったので一生懸命に逃げてきたの あなたはじゃあその大きな子の顔を知っているんですね今度はバンス教師がウィリアムに尋ねた大きな怖い顔をしたお兄さんだったのそれで探偵は続けた犯人は大人ではなく柄の大きい少年に違いないと思いますからこのウィリアムに首実験させてみようと考えまして 実はお伺いしたようなわけなんですなるほどそうですかいいですともじゃあ上級生の教室へご案内しましょうさて首実験の段となったバンス教師は一同を起立させ気をつけの姿勢を取らしてウィリアムの方を帰り見ていったさあウィリアム見てごらんいるかいないか ウィリアムはおどおどしながらそれでも丁寧に見ていたがやがてバンス教師の顔を見上げながら言ったいないの探偵は失望したしかし生徒の顔色を注視していたバンス教師は一人首をうなだれて人の影に隠れている少年を見つけてどなったジェシー・ボロメイこちらを向きなさい 呼ばれた子はゆがんだ唇に霊障を浮かべ白い目でじろりと教師を見上げた、はあっ怖い突然ウィリアム少年は恐怖の叫びを上げて探偵の腕にしがみついた探偵はウィリアムがジェシーの顔をちらと見て突然恐怖の叫びを上げたのを見逃しはしなかった犯人は知れた 警察当局を愚弄しボストン全市民を激行させ28個の精霊を奪った不定の犯人は実に取るに足らない1階の小学児童であったのだジェシー・ボロメはその場から降印され係官の前に立たされたが彼は悪びれた風はなく係官の尋問に対して何の躊躇するところなく 耳を大わしむ程の数々の血生臭い犯行をむしろそれを誇るかのごとき態度でとくと,くと自白した殺人鬼は言うのだった「僕は子供を殺すのが面白くてしかたないんだこんな面白いことは世の中にないよ」「もうそれができないのは残念だがしかたがないや」 でも大人って案外まぬけだよ。ぼくひとりがやることを町の人がみんなかかってわからないなんてバカがそろっているんだね。ウィリアムはやりそこなったあれさえうまくいっていたらぼくはまだまだつかまるんじゃなかったんだだがぼくはもういっ 出てからまた世間の人をあっと言わせてやるんだ「僕を死刑にしよう」ったってできないんだからね「僕はまだ子どもなんだからね」この体現相互はいったい何ということだまだ15歳の小学校の児童でありながら よくもまあこのような恐ろしい言葉が図かれたものである係官は驚く前に唖然として言う言葉を失ったアップルパイそれはとにかくかくてこの期待の少年は収監された。 ボストン全死を恐怖の巷とした白面の殺人鬼はついに収監されたのだ彼の母親はこれがまた恐ろしく偏僚な常軌を逸した女であったがそしてそれをうなずかすことには彼女の血統から狂人が出ているのであるがそんなものの子ほど可愛いものと見えて彼女は狂気のようになって息子を無罪にさすため教本して弁護材料を集め 弁護士を依頼したやがて彼は法廷に立つこととなったところが意外なことには母親や弁護人はもちろんその点を共弁して大いに無罪を主張したのだが陪審官一同が揃って彼を強人と認めたことであるこれは何とも心外なことであった。 そこで検事の申告で23の専門医の精神鑑定が行われることになったがこれら専門医も承認席に立ってジェシーの精神に異常ある旨申し述べたついに彼は有罪ただし精神に異常ありの判決を受けてこの機体の殺人鬼は精神病院に送られる身となったしかしジェシー・ボロメイは そう長く精神病院に閉じ込められているには及ばなかった。このことは警察の落ち度であったかあるいは精神病院の手抜かりであったかどちらにしても大変な手落ちと言わなければならないのだがジェシーは入院後1年たつかたたのに全開退院を許されたのであったもし彼がこんな手抜かりなくいつまでも病院に監視されていたとすれば ジェシーの犯行は28番目のアルバート少年殺害を最後としてこの殺人狂の物語は以後書き記すような犯行もなくそれをもって終わったであろうに悪盛んにして天に勝つの霊かジェシーの退院後は法廷に立った時のような凶暴なそぶりも犯行的な態度もなくなって 獄中生活で健康を害したせいもあったであろうが見違えるほど神妙な少年になった出国当座は家の一室に閉じこもって静かに読書などしていたが23週間たつと彼は店へ出て商売の手伝いなどをして日を暮らすようになった記すのを忘れていたがジェシーの家はボストン市の大通りで菓子商を営んでいたのであるそうして 一年の間は何事もなく無事に立ったある日ボロメイの家族はその日は天気のいい日であったが朝から田舎の方に遊びに出かけることになり留守番をジェシー一人に任して一同は家を出たとその日を最初の日としてボストン氏は再び恐怖のちまたとなった最初の被害者は ジェシーの家の付近に住むアリスと呼ぶ少女である。事件は前と同じく、児童殺害の蒸し返しに相違ない。しかし今度は死体は現れなかった。だが勢い、ケンギの目はジェシーの身に注がれた。しかもアリスがジェシーの貸し店に入るのを見たという証人が現れて、ジェシーに対する疑惑はいよいよ濃くなった。 が出張しした警官に対して、ジェシーもその時はジェシーの母親も帰宅していたのであったが二人は口をそろえて言うのだったあなた方はジェシーが前科者だからそんなことを言うんでしょせっかく病気が治って真面目に働いているのにそんな言いがかりをつけてもしジェシーの病気がぶり返したらどうしてくれます 逆襲であるしかし証拠を持たない警官はそれ以上突っ込んでジェシーを降印することはできなかったそこで警官は尾行によってジェシーの犯行を突き止めようとそれ以来絶えずジェシーの身辺をうかがっていたにもかかわらずこの厳重な監視のもとにあってどうしてどう手を下したものか さらに12人の同じような犠牲者を出した。一体これはどうしたことかでは今度の犯行は以前と同種のものではあるがジェシーではないのだろうかいやそうではなかった警察当局の目は決して間違ってはいなかったジェシーの身辺を絶えず伺っていた警官は ふと妙なことを聞き込んだのであるそれはボロメイの家の裏庭から近頃になってなんだか嫌な臭気がしてならないと一人の男が言っているのを聞いたのである「さてこそ」とその言葉に大いに力を得た張り込みの警官は早速妊婦を連れてボロメイ家に踏み込み「歌人の者に有無を言わせず」 その周期の発散する場所と思われるところに桑を入れさせた果たせるかな地下にはまだ不乱しきらぬ一周ふんふんたる12個の子供の屍が類々として埋もれていたおお警官と妊婦の幾同音の叫びであった誰かこれを見て驚きの叫びを漏らさないものがあるだろうか かくしてジェシーは、再び霊語のみとなった。再び市民は激高した。ジェシーを殺せ焼き殺せリンチにかけろそうだ警察に渡すなリンチにせその市民演佐の声を聞きながら、ジェシーは第2回目の後半で終身刑を宣告され、 独房に送られた彼は刑が決まると急におとなしくなり悟空を守り大方は静かな読書に日を過ごしたある日その日は感謝祭の当日であったが獄中のジェシーに母親から大きなアップルパイの差し入れがあった感謝祭の日ではあり 天国は事にその差し入れを許そうと思ってそのアップルパイを受け取ったが念のためそれを調べてみたところ意外にもそのパイの中にアップルの代わりにのみやすりなどの道具が巧みに隠されてあるのが発見されたのである天国は愕然としたことは感謝祭の差し入れどころではない破国である 母子凶暴で破国を企てていたのだ。ああ、この陰謀どうしてこの殺人鬼を社会に放ってなろうか。監獄はたちまち緊張した。ジェシーの差し入れには厳重な監視の目が光った。そのため、それ以来、怪しまれるような差し入れは一度も見出されなかった。ジェシーは、 相変わらず神妙に極足を守っていた。ある日ジェシーは「背中が痛んで仕方がないから安楽椅子の差し入れを許してもらいたい」と願い出たそのことは許されたが前のことがあったので今度は綿密にその差し入れられた椅子を検査したが別に怪しむべき点も見いだされなかったので天国の命で監主長は」 ジェシーの独房に搬入するよう看守に命じておいた命ぜられた看守はその椅子を火に当たっている廊下に投げ出して他の用を果たしていたがいざ運ぼうと思ってその安楽椅子に手をかけた時ふと後ろの日光に当たっていた板にニスが塗ってあってそのニスが火のために溶けていたのがそこを押さえた手にそのネバネバしたニスが気味悪くくっついたので。 それを運ぼうとした看守はおやと思ったそこでそのニスの溶けた板を仔催に点検してみるとそこだけ新しくニスが塗られてあってその板はあとから取り付けられたものであることが分かった看守の頭にあることがひらめいたさてはまたすぐさま看守はその板を取り外してみた 果たしてその板の後ろには椅子の底になるところに前と同じような破獄道具が巧みに隠されていた再度の陰謀ジェシーに対する監視は極度に厳重となり差し入れ物は一切禁じられた素晴らしい発明 毎度の破獄に失敗した彼ジェシーは、それ以来断念したものか一層神妙になって、ほとんど一日中無言で極速に従っていた。三年の月日が経った。ある日彼は見張りの監視の姿を見ると静かに声をかけた。お願いがあるのですが。なんだ ジェシーの独房の前を通り過ぎようとしていた看守は立ち止まってジェシーの方を振り向いた僕はとても素晴らしい発明をしたのですがね例の白目でちらと看守の顔色を伺ったジェシーの言葉は看守の興味を引いたらしかったその顔色を読みながらジェシーは ずるそうな微笑に顔をほころばして話を続けるのだった独房は退屈ですからねそれで僕一年ばかり前から何か素晴らしい発明をしてやろうと一生懸命考えていたんですやっとこの頃になってその発明は完成しましたがねそれは結構だ 看守はジェシーの話に吊り込まれていった何にしても気を紛らすようなことを考えるのが一番いいそれで一体その発明というのは何だね鉛筆削りなんです公安はもうついているんですがその発明を完全にして特許権を得るまでにはどうしても 一度ひな型を製作してみなければいけないんですそうしてその素晴らしい発明品なる鉛筆削りの構造や材料やその他の細かい点など詳細に説明をして聞かせそして少しの材料と道具の必要を説いたじっとそれを聞いていた看守は「なるほどうまい考えだねよろしい。 天国には内緒でその道具と材料とは私が提供してやろうジェシーの高原にうまうまと乗せられた看守はジェシーの要求したものをこっそり与えたそして数日を過ぎたある晩のことそれが重大な結果を生むとも知らずジェシーに道具を与えた看守は巡回してきてジェシーの鉄塔の外に立った どうだねジェシー仕事の方はおかげでだいぶんはかどりましたよそう言って彼は白目を細めて皮肉な微笑を漏らしたなんぞ知らんその言葉にこそ実に恐るべき秘密が隠されていようとは続けて彼は言うのだったそれからね この頃、この仕事で目を少し悪くしましてね。廊下から差す明かりが目に染みて、どうも寝つかれないんです。すみませんが、そこんところへ毛布をかけて寝てはいけないでしょうか。さあ、どうだか。ひとつ天国に願ってみてやろう。気のいい看守は、ジェシーの願いを天国にまで愚心し,した。 そそしててれれは許されてジェシーはその夜は廊下に面した鉄倉に毛布のカーテンをかけて休むことになった仕事のため目を痛めたと言って鉄倉に毛布のカーテンをかけることに成功した白眼器ジェシーは廊下から光を遮断した薄暗い独房の中で一体何をしていたのであろう機械なる彼の行動は いよいよそれから始まるのだったまず彼は御影石を積み上げてある隅の方の壁石を一つ覗いたするとその奥にガス管が長虫のごとく横に張っている当時監獄は10日にガス灯を用いていたのである壁石の後ろを横に通っているのはそのガス管であった見ると そのガス管のこちらを向いたところに丸く穴が開けられそれに紙の線が押し込んであったこれらの仕事を完成するために彼は発明品の試作と偽って気のいい看守から壁石を取り除けガス缶を破る道具を借り受けたのだった彼は壁石を下に下ろすと看望の隅の暗闇に白く浮いている紙の線を 静かに引き抜いたシュッとかすかな音を立ててガスはみるみる感冒の中に注文したそうしてどを隠し持っていたがポケットからたった一本のマッチとそれをする薬紙の破片を取り出したさすがに薄暗がりにも彼の顔色は蒼白となり特徴の白目は異常に光っている読めた。 彼は独房にガスを充満させ火を放って官房もろとも18年の生涯を一挙に終わろうというのだ明かりの漏れるのを防ぐためと称して窓に毛布をかけたのも一つはガスの漏れるのを防ぐためだったに違いないガスは次第に充満したもはや呼吸も困難となった。 近くがだんだん遠のいてゆくもう倒れるのほかはないその刹那彼は最後の努力シュッとマッチを吸った瞬間偶然たる音響とともに巨大なる建物はブランコの揺れるがごとく振動したそしてジェシーの独房の一遇から とても大きな火炎の川が流れかた。かくてことはなりジェシーは安らかに眠るはずであったが皮肉にも多くの囚人は火炎のために焼死したにもかかわらずジェシーそのものは爆発のものすごい力に層外にはね飛ばされかなりの負傷はしていたが単に気絶したにすぎなかった。 運命のいたずらまた皮肉と言わなければならないかくしてボストン全市を振動させたジェシー・ボロメイはこの皮肉な振動を最後として再び立つあたわず下半に新築された監獄の独房に50年の長い間生ける屍として生涯を監視され続けた1927年7月 彼は61歳の老人となってチャールストン監獄を離れたが往年の白眼殺人鬼ももう昔の面影はなく長年の監獄生活に骨と皮とに追いさらばえていたそして今は州立養老院にその残骸を保っている